はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。さあ、スカーレットグレイス続きをやっていきましょう。とりあえずこの城へ入る、ポモワ城、ユシタニア州とハイバーニア州の州境に位置する城。四将軍家の一つグイネズ家の分家ポモワ、グイネズ家が支配していると。固有名詞が難しい。ポモワ城主、なんとユラニウス家のウルピナ様ではありませんか。私のことをご存知ですの。剣将軍家の美しき花、私ごときものでも聞き及んでますなんかすげえ片言っぽい喋り方になってんな。エリセド姉様こそその名がふさわしい。グイネズ本家は使いを出しますと。ずいぶん丁寧だったね。でもハイバーニアには行かせないということですな。あ、そうか、ここで待ってろって言ってるもんね。ユシタニア州で情報を集めましょう。あの城主を出し抜く方法が見つかるかもしれない。え、結局行けねえの。ああ、城の下の川を通れば向こう側へと行けそうと。ノーマル、イージー、ノーマル、バトル。オグニアナ、あの川を通って向こう側へ行けるんじゃないの。それができればあんたたちにひっついてこないよと。城の下には何かが潜んでいるの。何かって何。あそこに入って戻ってきた人はいないと。頭腐ってんじゃないのって城の下の川を抜ける。この流れで戦闘になるのか。結構強引だな。じゃあせっかくなんでオグニアナを入れようか。どうしようかな。モンドはね、入れたいしね。ネスタもなんかちょっと強いの覚えたしね。キーゴールは弓だから入れたいから、ベアトリス外すか。オグニアナ、オムってね、なんかミスりそうなイメージがあるんだけど。陣形とか、そういや新しいの手に入れたよね。とどめを刺すことにより BP が増える。BP 全員2名がとどめを刺すたびに2ずつ増える。おお。敵の数が多いとき召喚技を使う敵に対して有効活用すべき。はは、12345。あ、なるほど。最終的なあれも多いね。全員2名の攻撃力が高い。ああ、そうか。え、そうか、 BP が一旦ずつ増えないんだ。とどめ BP だからか。全然陣形の効果なんて気にしてなかったな。デフォルトで5か。で、敵を倒せば増えると。まあいいや、ちょっとこれでいこう。前衛2名がとどめを刺す。じゃあ攻撃力の高そうなこいつらでいいか。よし、 OK。 まあこれがあだとならなきゃいいけど。だいぶ順番が変わったね。巨大樹、挟み込み、ビンタ。まずはこいつを倒したいよね。どうしようかな。で、強力に、大木弾も2か。でもこいつ多分なんか大木弾に弱そうだよね。ってことはちょっと待ってね。まあ、1で攻撃するでしょ。で、2で攻撃して、だから、ウルピナで攻撃をして、で、かつこいつで攻撃をしよう。敵が多いかどうかなんて分かんなくね。戦ってみないと。痛い。おお、いいね、速攻。また5でやりくりしないといけないってことか。ビンタ、ビンタ、まあ、先行好きの強撃の大木弾と。
リア。大ボタン。痛い。おお、増えた。ただやっぱ確かにね、雑魚敵がいっぱいいる時の方が良さそうやね。まあ、これは総攻撃を仕掛けていこう。ねえ、あいつ。敵が2体の時とかは、ちょっとあれだね。BP が増えていかないんで。ただ、マックス BP は、でかいね。ねえ、あいつ。よーし、飛びたー。おー、8もアップした。お、弓スキル4。だいたい今スキルレベルは4くらいか。で、次はイージーになる。敵の数とか見れんのこれ。わからぬ。リワードって言われても。どうしようかな。人形はやっぱりちょっとロイヤルハーツこれに戻して、ロールは全威力アップ。ザンダトツの威力アップ台。ガード回避されやすいってちょっとやだな。モンド狙われやすさ、それなんだろうね。まあいいや、これで。ボス戦になった時に新しい陣形にすればいいか。最初はやっぱり1-1-2だな。先行武器、高速武器と、ま、やっぱりこいつは攻撃したいよね。アイスソード。はい。おぉ。意外に攻撃力が高い。そこからの大木弾で攻撃。これで A を倒せば連撃が発動するんで、いって結構強いな。てか斧強い、攻撃力が。おお、102、いいね。まあ確かにこいつらは弱かったな。イージーだけあってヒットポイントアップ。あ、ボス系ではないから多分これで大丈夫かな。変な大蛇の蛇みたいなやつだったら陣形をあっちにしてもいいんだけど。これもスケルトン凝視。1-2-1。まあ、最初はこれでいきましょう。ゴスリング、うわ、ちょっと骨だから効かないか。うわ、寝たー、マジかー、痛い。打ち下ろしって結構強そうだな。そうすると大木弾、うわ怒りになってんだこいつ。でこいつは寝てっから、毒にしておく。効くか。6.7。ヘッテック、ヘッテック。骨強えな、骨。ちょっと待って、こっちがハテナハテナハテナになってるから、
弓を使うでしょ。先にこの植物みたいなのを排除した方がいいかな。狙い撃ち。よし、ナイス。お、眠り回復。アッパースイングとかなんか超強そう。高速時期で、まあ、まず倒せるやつから倒していこう。脳削り。これそうすると連撃が発動できるね。倒せるかな、とか骨を。まあ怒りになってるしね。もうしょうがないか。先行的でいいや。じゃあ先手必勝で。こっち向き、巨撃。よし、ゴーッめちゃくらった、めちゃくらったけど、これはもう この毒がね結構使うんだよね。星を、まあ BP か。大丈夫、くらえ3 よし、止めたっぷ。最後の敵を連撃で倒す。これちょっとタイミングとかがあるからね、なかなか難しいよね。不死系耐性付き、さっきのやつだな。出口が近い。おお、鉄格子、一気に疲れた。また魔物。皇帝の剣、ユラニウス家が結露を切り開く。まあ、かっこいいこと言ってるけどさ。ハード。こういう時に陣形をブレイブライズにしよう。で、こいつらでいいでしょう。骨だね。なんで、まずはゴブリン防御か。こいつも防御してるな。こいつから倒すか。攻撃、大爆弾。オリアン、オリアン、オリアン。痛い。できればこいつを倒したいけどな。さっきの感じでいくと1ターンじゃ倒せないんだよね。動くって何。苦しかった。ターン仕上がった。マジか。あー、攻撃力がアップした。ちょっと危険だな。ちょっと早めにこのゴブリンを叩いておきたい。待て、こっちこっちこっち。大爆弾でこのゴブリンを倒す。撃って、よし、これで電撃が発動。こっちか。炭、なんか全員、業者はね、ちょっとやばい。おお、お、いいね、いいね、いいね。真ん中のゴブリンが、
まあ、防御してるけど大丈夫でしょ別に。狙い撃ち。もうこれはどん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 攻撃していこう。これ行くと間に挟まっちゃうから、片手切りを結構使うんだね。こっち連撃発動。連撃自体は別に選べるわけじゃないんだな。うごめきすぎでしょこれ。ゴン！やられた。どうする？スイングもね結構鬱陶しいからな。スイングダウン、バンダライズ、一気にいこう。あんまり変わらない。あ、攻撃力が下がってんのか。バンダライズ、すげえ。うおー、やられた。よし、倒した。いや、バンダライズが強かったな。電撃発動っていうかさ、この雑魚的に倒さないといけないんだね。最後連撃で仕留めた。そんなんあったっけ。そこにタップ。よいしょっと。ビーストルーム結晶いっぱい手に入れたな。最大ヒットポイントが高い敵に毒を与える。確かにね、毒使っとけばよかったかな。鉄格子が壊れている。おお、戦闘で鉄格子が壊れたわけね。頭は腐ってるけどって。おお、新しい知恵。ていうかさ、世界全然広くない？ハイバーニア州。なんとか抜けられた。まあ確かに、なぜあんなものが城の地下にいるんだ。ああ、召喚魔法的なあれか。お、セーブが入ったね。じゃあここにセーブしておきますか。変な奴らがいるな。お監視兵。あ、バトルになってるよ。まあいいや、話そう。話そうっていうかさ、普通にバトルじゃん。この先は静寂の社だ。入ることは許されていない。立ち去れ。どうしよう。立ち去る、押し通る。こういうのちょっと立ち去ろう。いるの？ああ、ホモワ城から派遣されてるんだね。ああ、ここに入ろうとするとこれが起こるのか。しかも次は選択肢とかねえし。これは採掘場。まあ、こういうのはちょっとやっとこう。あれ、援軍だなって。早速魔物を排除してくれ。ま、戦闘は望むところだ。陣形はロイヤルパーティーにしよう。 OK。 おお、いっぱいいる。防御毒牙、毒牙。こっちだな。
ぽい。フィリピンみたいなやつだな。全然ちっちゃくなかった。お、なんか覚えた。マインドステア。マインドステアってさ、眠りじゃん。やっぱりな。これでもだって人間以上の大きさがあるからね。え、痛い。どうしようかね。まず強撃でこいつは確実に倒すでしょ。狙い撃ちの先行撃ちよし。オーガードナイス。痛い。電撃？あれ？その場に？カブト割り？せいやー通常費。よし、トミト5とかね、アップしてくれるとすごいいいね。ああ、そうか、連戦か。次はノーマル。まあこれでいいでしょう。オグニアナちょっと LP が少ないな。てか全体的にみんな LP 少なめだね。まあ、戦闘から外してれば回復するからね。これもすっげえいっぱいいんだ。まずはこの B だな。防御してるし、結構みんな防御してんね。一つのことか。気持ち悪いな。痛い痛い痛い。また防御してるけど、先行撃で多分倒せるとは思うんだよね。半分以上減ってるからね。ほら、ポイズンバイト。痛い。ガードされた。そうか、ガードしてくんのか。まず高速撃でとりあえずこいつを倒しとく。突撃どうすかな。スイングしよう。せいやー、よーし。痛い。死ぬし。おお、ポイズンだ。こういう全体攻撃がちょっと嫌だな。なるべく E を倒したいね。そうすると、スイングダウンするとずれるな。先行撃か。やっぱり大木だ。狙い撃ちと。おれ、やばい、やられる。 C に攻撃しておくな。おお、倒した。やばいやばいやばい、やばい。これ毒で死ぬんじゃないか。死んだ。毒にやられた。よし、マックスになった。これ使おう。あ、これやるとでも連撃ができなくなるな。遅くなってもいいや。スパイラチャージ使って大爆弾。電撃強。
よし、ドミント6、エッグ1セット8、1、もうちょっと武器とか強化したい気がするけど、全然足りないからね、素材が。おお、やばい、変なやつが来た。逃げよう。んーで、こっちは、マクルカリ要塞から派遣された兵士。ちょっとこれどこ行けばいいんだ本当に。うん、なんだ、また穴がいたよ、マジかよ。またこいつか。ここの監視塔みたいなのは要塞か。でこっちは、まあ多分行けないよね。左の方とか、この森はもう絶対行けないな。どっかの監視兵を倒さないと。ここは採掘場みたいな感じだな。またホモワ城の勢力か。あーでこっちに来るのね。でここの町みたいなのはヒョグラン、魔術師の町。これは珍客ですね。キョブランへようこそ。おお、てか町の施設なんて鍛冶屋しかないっしょ。グレートスタッフ、あ、それなんか手に入れたね、さっき。水か、必要数が27、運動性が1や、威力も上がる。これ運動性が下がるのか。どうしようかな、これにしようかな。超火弓とか。超火弓って何？あ、こっちか。なんか別に強くなくね。強化弓、こっちの方が強くない？許可証。斧は？タバール。あ、これがいけるね。運動性がマイナス1になるか。体力が下がるのはな。フランシスカ。タバール、こっち、これにしよう。あとできるのはロングスピア。運動性がまあ下がるけど技術力が上がる。攻撃力1上がるとどれくらい変わるかだよな。レイピアは特に何にもないね。ただ上がるだけだ。よし、これにしよう。もう適当に作っていくけど大丈夫かな。どうしようかな。これは全部採掘場か。水の採掘場、そうか、あと装備か。戦闘準備でいいのかな。ウルピナ花の守りつけてるけど、盗賊、知力が下がる。集中力がもともとプラスになってたからあれか。技術力、運動性が上がるのはいいね。それが筋力が上がる。眠りに対する抵抗力か。うむ、筋力を上げていこう。アンクレットつけて、こいつどうしようかな。運動性能を上げていくか。知力なんて必要ないでしょこいつに。スイーボール、集中力を高めよう。でモンド、まあモンド下がんのか。ただ下がるだけか。眠りの抵抗力は増えるけど。よし、あとなんだっけ、グレートスタッフみたいなのも手に入れたよね。
あれは確実に強いだからな。スタッフ、グレートスタッフ、強い技に切り替え。ああ、威力が上がる。まあ威力も上がるから一応グレートスタッフにしとくか。バックラーだったら一応装備できるんだ。でもな、まあいいか、あんまり使わないからな。ちょっとね、わからん、実は。じゃあここイージーだから、ここを襲撃して完全に俺たちが山賊になってるけど。ああ、また援軍か。勘違いされてる。これちょっと人違いですね、してみようか。貧弱な連中だと思った。出てけひどいよ。もう一回行ってみよう。同じやつらが来て。ああ、了解、任せなさい。こんなね、イージー戦闘なんてサクサクサクっと終わらせてみせる。まず A のカエル倒そう。うおー、なんかすっげえ後ろに行ったな。電撃発動。いい感じだ。あとはタコ殴りにする。毒剣狙い撃ち、大爆弾、先行抜き、カエルコンボなど発動させん。おりゃ、いや、さすがにイージーは楽だね。術のひらめき、ランクアップ。フラックスの吸収が必要だと。いや、術はちょっと高度すぎてわからん。で、また変なやつが来るんでしょ。うおほほ、白状しろって。こんなことやってたらさ、完全お尋ね者になるよね。ここはなんかいろんな勢力が、あいつ抜いたな、どうしようかな。森に行くか、あいつに行くか。まぁ、ちょっと迷うけど。じゃあ、今回は、このくらいにして、まぁ、次回は、まぁ、森と、またこの出てきたやつを倒していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。